花の山とガーデンチャンネルです。私、植物を育てるのが大好きなまっちゃんです。昨日ですね、ちょっとまあ仕事を終わってですね、まあ家帰ってですね、ちょっとお庭に植わってる、彼岸花ですね。これね、うち、まあ、赤、白、黄色、ピンク、ブルー、5種類ほどこれお庭に植わってるんですけども、これ植えたのがですね2007年ですんでね、今から17年前になるんですね。で、2007年に植えてですね、1回だけ2011年に掘り上げたことがあってですね、リコリスの中でオーレアっていうこれ黄色の品種なんですけど、初め植えた時球根の大きさはこんなだったんですけど、4年経って掘り上げたらですね、球根は増えてなかったんですけど、こんなアマリリスサイズのがこう出てきたもんですから、あの時すごいこんなに球根太るのかと思ってびっくりしたもんで、まあそれ以降ですね、ずっとまたこれ植えっぱなしにしてて、もう11年ほど植えっぱなしになってるんですね。で、まあそのリコリス、ヒガンバの仲間はそろそろですね、店頭なんかにもこう並ぶので、ちょっとうちのヒガンバどうなってるのかなと思ってですね、そのオーレアっていうこの、11年前にこんなでかい球根が出てきたオーレアどうなってるのかなと思って11年ぶりにですね、ちょっと掘ってみたんですね。で、まあ11年前これぐらいだったんで、さらにでっかいサッカーボールぐらいのがこうもしかして出てくるのかななんつってですね、もうドキドキワクワクしながらちょっと掘ってたんですね。そしたらですね、分岐をしてました。はい、このサイズ、まあ、かなりこれね、リコリスの中でもこのオーレアの中でもかなりでかいですけどね、お店で売ってるのなかなかこんなでかいの売ってないと思うんですけど、このでかかった球根が、4球5球ぐらいにですね、これ分球してましたですね、こんなサイズが固まって出てきたんですね。まあちょっとショックというかですね、どんだけでかくなってるかなと思ったのが、分球しちゃったのでちょっと残念だったんですけど、ただあんまりこうね、黄色の品種って増えないなーなんて言ってこう思っとったもんですから、あ、結構まあ11年もこれ植えっぱなしにしてるとそれなりに増えてるんだなと、5球ぐらいになってましたんで、ただやっぱり白なんかに比べると、あ、繁殖悪いなと昨日ちょっと感じてた次第なんですね。まあリコリス、まあ、前回もちょっとこれ、動画の方で、3種類ですね、まあ、オレンジ、それから、ピンク、ブルーとこれ3種類紹介させてもらったんですけど、まあ、今日はですね、まあ、まあ、なんていうんですか、ザ・ヒガンバナ、もうほんまにヒガンバナらしいヒガンバナちょっとご紹介させてもらいます。大体こう、ヒガンバナって言ったらですね、こう花弁がですね、思いっきりこう反る、それからおしべがビューってこう長くカーブしながら伸びる、これが非常に美しいですよね。で、赤い品種、それから、白い品種、この黄色ですね、オーレア、この3種類っていうのが大体こう似たような花の作りになってるんですね。で、まあ、なんていうんですかね、こんな3種類の中では、黄色、大きいですね、お花がですね、3種類の中では一番黄色大きいです。見応えありますですね。草丈も、普通のヒガンバナよりはちょっと伸びますですね。まあ球根もですね、これ大球性といって、先ほど見せたようなこんな植えっぱなしにしとくと、まあ、ここまで増えますと、お店にはこんな大きいのまず出てないと思うんですね。植えっぱなしして、まあ、皆さんもこれ太らせて増やしてこんな立派な球根ね、ゲットしていただきたいと思うんですね。で、まあ、この3種類ともですね、この花弁の反りが非常にこう、まあ、美しいわけなんですけども、それぞれにやっぱりの球根の大きさが違いますですね。やっぱり大球性の品種っていうのがこのオーレアっていうこの黄色の品種ですね。
これあの球根も見た目大きいですし、咲いたお花も大きいわけですけど、でこの、 あの白ですね、あのアルビフローラっていうこれ品種になるんですけど、白はですね、あの、まあ、純粋な白ではないんですよね。ちょっとこうピンクがかってたりとかですね、クリーム色がかってたり、ちょっとこうあの他の色がこう乗ってたりするんですけども、まあ、この白の品種の特徴って言ったらですね、まずあの抜群に花つきがいいですね。私、いろいろこうね、彼岸花の仲間植えてる中で、一番こう数毎年咲いてくれるのが、この白なんですね。まあ、数が咲いてくれるイコールですね、あの、まあ、繁殖も非常に旺盛、まあ、一番これがあの繁殖率がいいんじゃないかなと、私思ってるんですけども、で繁殖率が良くて、しかもあの、開花率がいいですね。あの彼岸花の仲間ってやっぱり品種によってですね、あの開花率がちょっと違うんですね。あの白の品種って大概ですね、咲いてくれますね。中にはですね、私一番こう大好きだって言った、スプレンゲリーなんていうのはですね、ちょっとね、あの開花率が悪いかなと、まあ、何球か植わってるうちのですね、なかなか全部はこう毎年咲いてくれないんですよね。多分交互に上がってきてるのかもしれないですけど、1年のうちにこれ上がってくるのが、1本だったり2本だったりでですね、なかなか植わってるものが全部これ咲いてくれないんですね。まあそんなんで、まあ、咲きやすさの点ではですね、この白ですね、一番おすすめです。でやっぱりこの彼岸花といえば赤ですけどもね、まあ、田んぼの周りなんかにもね、たくさんあるんで、関西から西の方っていうのはもうごくごく当たり前なので、あんまり店頭で買う方もいらっしゃらないかと思うんですけど、寒い地域の方行くとですね、あんまりこう寒さにちょっとね、弱いので、まあ、前回の動画でもお話ししましたけど、これ秋に葉っぱが出るもんですから、寒さに当たると葉っぱが傷む、そういうので寒い地域なんかですとね、やっぱりこう冬にこう傷んでしまったり、球根もダメになったり してですね、まあ、寒い地域の方にとっては、まあ、赤い彼岸花なんていうのは非常にこう、なんていうんですか、どこにでもあるっていうもんじゃないのでね、割と欲しがる色だったりするわけですね。私も栃木県の宇都宮市っていうところ出身なんで、当時やっぱりね、まあ、三十数年前、住んでた時は、冬が非常にこれ厳しかったんでね、こう内陸部の土地ですので、ですね、あんまりこう彼岸花っていうのはですね、なかったもんですから、関西に来てですね、まあ、なんてこう美しいんだろうなと思って感動してですね、田んぼのこう植わってるのをこう切ってですね、花瓶なんかに挿し取ったり、したわけなんですね。まあ赤もですね、まあ、よく増えてくれます。まあ、田んぼにあんだけね、あるわけですんで、よく増える品種でありますんで、まあその辺3種類ですね、赤、白、黄色、3種類植えておくとですね、大体赤、白というのは大体開花時期が一緒ですね。まあ、お彼岸ぐらいですね。で黄色がちょっと、遅くて9月下旬ぐらいになりますでしょうかね。ただ、まあ、これも地域によったりとか、あとその年の気候に大きく左右されます。まずですね、まあ、彼岸花の仲間っていう、まあ、はですね、こう秋、気温がこう涼しくなってくると、要はこう活動が始まってお花が咲いてくるわけですけども、この雨とのこう関係ですね、ずっと例えば去年というのはこう猛暑と言われてですね、ずっとこれ暑い、これ9月入っても半ば過ぎても暑かったですけど、もう暑かったらですね、なかなかこうお花をあげようとしないんですけど、ここにですね、まとまった雨がだーっとこれ降るとですね、まず地面のこの温度がぐっと下がりますんで、そこで急に目覚めて出てくるんですね。だからこの、まあ去年も暑い暑いって言われて、
今年はこれ彼岸花咲くの遅いぞって言ってたんですけどね、9月のこう下旬ぐらいになってまとまった雨がドガーッと来たんでね、思ってたよりも早く咲いてくれてですね、去年はこれ咲くの10月ぐらいになるんじゃないかなとか思ってたんですけど、9月のこう、まあ、下旬にドカッと雨が降ったらブワーッとこうね上がってきたもんですから、まあ、9月中にお花見れたわけですけど、そういう、まあ、雨とのですね、こう関係があるんですね。だから、まあ、涼しくなってきて、まあ、咲くっていうのと、そこにまとまった雨がこう、なんていうんですか、降ると、ピュッと上がってくるようになります。それとですね、深く植えてあげるとですね、球根ってよく太ってくれます。で、浅植えだとですね、分球しやすいんですね。まあ、分球してこう小さくなってしまうんで、浅く植えてると分球の方に、分球しちゃって球根小さくなっちゃうんで、咲きにくかったりするんで、まあ、球根大体3球分ぐらいの深さに植えていただくといいですね。で、あとはですね、このリコリス、ヒガンバーの仲間はですね、賢いんですね。自分で深さ調節するんですね。こういう根っこってですね、これ自分でね、こう伸縮するんですね。こう伸縮して自分で高さ、自分の一番いいところにですね、こう自分で調節すると。で、しかもですね、もっとこれ変わってるのはですね、例えば深いところになんかあるとですね、この上に行こうとして、ここにこう上にですね、これ球根作り寄るんですね。この2階球ってこれ2階建ての2階ですけど、2階球なんていうのもですね、たまにあるんですね。昨日ちょっと掘り上げしてて、我が家でもこのリコリスのオーレア2階球ってこう、2つつながったのがですね、出てきたですね、そんなので自分で深さを調節してくれるのでですね、非常に賢いです。まあ、簡単ですけどもね、ちょっと今日は白、赤、黄色、3種類ちょっと紹介させていただきました。それではですね、オンラインショップの方では、リコリス、ヒガンバナの仲間、掲載されています。7月の下旬ぐらいから販売の方、販売というんですかね、出荷の方をスタートしますので、今予約受付中ですので、ぜひともご覧になってください。それでは今日の動画がちょっとでもためになったなと思われましたら、チャンネル登録の方とグッドボタン、よろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。